戸田忠弘は、江戸時代末期の大名。下屋国宇都宮藩第六代藩主。戸田氏二十五世孫にして、田原戸岳十四代当主。田原戸岳の着流。宇都宮藩戸岳十二代。四代藩主、戸田忠春の六男で五代藩主、戸田忠明の弟。性質は、戸田三則の娘。養子にただとも。安政三年、兄。 忠明の死で後を継ぎ、従法した、越前守に任官した。幼少だったために、家老のマは三サブロや県、勇気の補佐を受け、忠行の活躍もあって、歴代天皇領修理を兼議して、三両奉行の任務にあたり、主に家老二人が中心となって、京都、山と、河内、大見各地の三両を調査し、修理にあたり、この功績により、十四下に除された。 寮内ではマませ、剣らの主導のもと、笹井金山の開発に乗り出すが、2年で失敗に終わった。ただ広は、尊王の志に厚く、現時元年に天狗党の乱が起きた折、筑波山に出撃した宇都宮藩兵が、幕府の命令が下る前に寄陣してしまったことや、もともと藩内に、藩主一門の戸田光型をはじめとする、宇都宮天狗となる。 上位勢力を抱えていたことなどもあり、反勢力に関してはすでに処分済みではあったものの、幕府の怒りを買うこととなり、再出陣を願い出たが、両国七万七千国のうち二万七千国を、現時点五万国とし、ただ広は隠居謹慎の上養子氏のただともに家督を譲り、田原とだけは、道のくたなぐら藩に天保とする命が下されることとなった。しかし、 県と岡田慎吾が三両補修で信仰のあった大木町三条佐根なると忠行に温情を起こい、その力によってこの処分は延期、中止された。慶応4年に1月、母親戦争の折は新政府軍に組みし、大鳥啓介、肘方都三ら旧幕府軍により攻められ、宇都宮城は落城したが、新政府軍の火星を得て、宇都宮城を再び奪回した。 忠広は、朝廷より飯出しをこむるが、病にて果たせず、同年5月、22歳で病死した。墓は、田原と田や菩提寺である宇都宮の霊元寺。戒名は、霊光因伝上武中列大古寺。明治2年に十四以上、明治30年に十三味を増員された。栃木県五国神社の祭神として祀られている。ありがとうございます。